こんな地底湖があったとはね。それで医療施設はどこにある？ここにはそんなものありません。一度だって存在したことはないんです。でもこの地区に運ばれていく人たちを私も見たわ。彼らはどこに行ったの？我々の目の前だ。今まさに目の当たりにしている。どういう意味？ひょっとしてそこの湖に沈めたっていうのか？違う。君たちが見ているそのものだ。かつてそのものだったもの。大きさが違いすぎて分かりにくいかもしれないが、いいんだよ。ねえ、嘘でしょ？まさかこの湖全体が？そう、巨水だ。この全てが。話が見えないぞ、ミキューだ。その手は何だ？巨水？一体何の話をしている？これがあなたにお見せしたかったものです。精霊力を根こそぎ奪われた時、物質は物質としての死を迎え、生物は死体すら残らない。後にはただ周囲を映すだけの、そこに物質があったことを示す痕跡だけが残る。それが巨水、この湖に見えるものです。この湖が全部、どれだけの人が、タナジンが。それを信じろというのか？精霊力を操る術を持たないダナ人の君の言葉を。鋭である。私も知らないようなことを。ならば最後にもう一つお見せしましょう。これはヘルガイの果実、全ての元凶です。ミス、何を？これが証拠です。あなたの知らないところで大勢のダナ人が死んでいます。いや、ただ死ぬのではない。この世界から消え失せて、その痕跡だけになっているんです。ミッサ、あなたの周りの誰かがこれをやらせているんです。誰かが膨大な精霊力を集めています。やめさせてください。あなたがいなくなればメナンシアはまた元の地獄に戻ってしまう。お願いです。あなたの気づいた楽園を永続させるためにできることをしてください。たった10年かそこらの夢で終わらせないでください。私は、だが私は。兄さん、兄さん、兄さん。すまない、貴様。だが閣下に信じていただくにはこうするしかなかった。どのみちもう私は長くはなかった。ティオハリン様を助けて、どうか私たちの夢を。
私はあなたを絶対に許さない。やめろ、その声をやめてくれ。テオハイム、スター・フォアの暴走、何？気持ちは分かる。だが今はあいつを抑えるのに協力してくれ。ただで最低5は言ってない。ファーストイン。
し尽くす。大丈夫か？一体どうしたんだ、いきなり。衝撃を受けるのは無理もない。だが三木歌の願いは無理だ。私にそんな力はない。私は鶴戸の地位など求めたことはなかった。それなのに鶴戸リガで望みもしない資格を与えられ、そのせいで旧友と殺し合い、その命を奪い、憎しみを買い、そんなことはもうたくさんだった。奴隷たちの悲鳴、嘆き、それは私に過去を思い出させた。友の断末魔、その死を嘆く者の叫び、私には耐えられなかった。思い出したくなかった。だから奴隷を苦痛から解放したの。ただ悲鳴を聞かずに済むだけのために。待てよ、それじゃこの国って。そうだ、私は苦痛を、死を遠ざけたかった。他のことはどうでもよかった。それで皆が喜ぶというなら、それはそれで良いと思っていた。いや、自分でもそれを理想と信じかけたこともあった。だがそれは私から出たものではなかった。そんな、共存の夢は私たちに語りかけた。理想は、あれが全てまやかしだったというんですか。嘘ですよね、ティワ・ハリム様。だって兄はあんなにもあなたの夢を信じて。すまない。よせ！離せ！離して！やめろ、来たらやめるんだ！離して！私はこいつを、こいつを！三木浦の意志を無駄にする気か！あんたに託された夢はどうなる！殺せばいい。私は空っぽだ。鶴戸の重責に怯えて縮こまっていただけの哀れな男だ。殺すなら人思いに殺すがいい。こんな人のため私は兄さん。
今すぐ目の前から消えてください。私の気が変わらないうちに。